水岡俊一さん、えー、水岡でございます、えー、大臣はじめ皆さん方大変ご苦労様ですどうぞよろしくお願い申し上げます、えー、大臣にお伺いをするんですが、えー、この一斉臨時休業そして春休みという中でこの学習の遅れを取り戻すためにまあ自宅学習を 進めてほしいと、まあ、こういうお話がずっと続いておりますね、でそんな中で、まあ、文科省も随分とご努力をされて、ホームページにポータルサイトを開設するなど、まあ、自宅で、えー、パソコン等を使っての学習がまあ有効だと、まあ、こういうふうなお話がまあ続いておりますで、それはそれはいいんですけども、私、どうしても気になることがあるんですよ。これは えー、相対的貧困率、子どもの貧困率は、ご存知のとおり15.6%。ということは、まあ、7人に1人、えー、クラスに置き換えると、まあ、40人学級だと、まあ、5、6人、あるいは6、7人、えー、そういった子どもがいるわけですね、でそういう子どもの家庭の半分は一人親家庭だ、こういうことが分かってきているんですね、一方ね。でそうすると お自宅でパソコンだとかタブレットを使って、えー、学習をしろというのは、いや、酷じゃないですかね、いや、分かるんですよ、方法が、そういった方法があるんだという指摘はあるんだけど、私が大臣にお聞きをしたいのが、このこういうことを進めていくことによって、教育格差がどんどんまた広がるんじゃないかと。 まあこういうような懸念が、私は出てくると思うんですが、まあ、大臣、これいかかがでしょうかね萩生田大臣あの先生のご指摘、ごもっともでございまして、このポータルサイトを開設するにあたりましても、これ、当然、端末がなければですねあの使えないわけですから、端末があることを前提に、文部科学省はこういうことを全国に知らしめていくことが果たしていいかどうか。 誤解をを招く可能性もあるんじゃないいかととうことを考えましたその上で、あの例えば、えー、w i f i 対応の端末しかない場合は、自宅に持ち帰ってもです、ね、携帯電波がなければです、ね、対応ができないなどといろんなこともあったんですけれど、まあ、この緊急事態の中で、一つのツールとしては活用できるよということをまず示していこうと。それから あの学校の方は遅れてるとはいえ、全国平均で5.5人に1台はあります。あのまあ低学年とは言いませんけれども、高学年で例えば、それを貸し出しすることによって、授業を一緒にやることも可能なんではないか、こういったことも、自治体とも連携をしていこうということで、スタートしたことでございます。しかしか すべての児童、生徒がです、ね、そういう環境にあるかと言われれば、ご指摘のとおりでございますので、今回のことがです、ね、当たり前の格差につながっていくことのないようにです、ね、あの底上げを努力したい、そう思っております<上>水岡俊一さん。あのまあ、文科省が、この緊急事態の中で、まあ、どのように子どもたちの学習が、学習を進めていくことができるかと、まあ、考えていただいているということは、 よく承知をしておりますしかし、文科省というところが、どういう子どもの視点に立つかっていうことの中で、貧困な子どもがいるんだということを、やっぱり優先してほしいんですよ、そこをやっぱり忘れちゃいけない、そういった意味で、これは私たちも含めてですね、今のこの状況の中で、貧困家庭の子どもたち、どう守っていくのか。 もっともっと考えなきゃいけないんじゃないかと私は思っているので、ぜひ大臣以下、文科省の方々にはお力をいただきたいなこんなふうに思っております。えー、コロナウイルス対策について、続いてお伺いをしたいと思うんですが、保育所が感染防止の目的で体温計、空気清浄機などの用品を購入する場合に、補助金対象となる。 その額は50万円以内だと、こういう、まああのー、お話、情報を私も聞きました、まあ、そんな中で、じゃあ、幼稚園どうなるんだと、こういうお話があすぐ出てまいりましてで、そこを文科省の方々に聞くと、いやー、幼稚園は4万円なんですと、まあ、こういうお話が当初出てまいりました、い,いろんなところから、それはまずいんじゃないかと。 こういうお話が出ておりましたが、これ、大臣、どうなりましたでしょうか萩生田大臣あの当初です、ねえー、令和元年度の、まあ、言うならば、残りの予算の中で対応できることということで、スタートしましたところ、文科省が計算をしたのは4万円、厚労省は50万円だったということでございます、であの私、最終決定の前にその数字聞いてです、ね、これはもうとんでもないということで、あの50万円。 支給をさせていただくことを決めさせていただきました。三月十六日に通達を出しさせていただきました。水岡俊一さん。大変ありがたいですね。あの。これでないと、もう大変なこう現場の混乱が起きるなというふうに思っておりますし。まあ、そんな中で、この緊急事態という状況を考えたときに。はい、年度内予算。 残りの予算でとまあ考えたところが、私はこう一つの間違いの出発だったと思うんですね。ですから、そういった緊急事態をみんなで捉えるということで、ぜひお願いをしたいと思っております。えー、そこでですね、えーうん、通告もこれしておりませんが、大臣にぜひお伺いをしたいと思うのはですね、このいろんなお金が今、 そのまあ保育園、幼稚園にえ感染防止のためにお金がいるでしょう、あるいはそのえ給食費の返還にお金がいるでしょう、食材を納入する業者の損害をどう補償するか、さまざまなお話が今、出てきてまいりますよね、後ほどまたお話もしたいと思うんですが、ここでちょっと大臣のぜひ、ぜひあの検討していただきたいと思うのは、これ、 文科省は文科省で一つ一つを考えていく、厚労省は厚労省で考えていく、いろんな省庁がいろんな担当者がもう一生懸命やっていく、でもお金の支給はどうするのか、これ、具体的に今もうその段階になってますよね、でそんな中で、もうこのまま各省、各局、各係が、各課がやっていくと、もうとんでもない作業になりませんか。 でやはりこういったこう緊急事態の折に、これまで使われてきたスキームの中に、やはり一括して自治体にお預けをすると、そういった中で自治体、大変申し訳ないけれども、一つのメニューに従って、ルールに従って支給をして、そして後で報告をくれないかと、まあ、こういうような形でやらないと、政府も自治体も、 大変だと私は思うんですが、大臣、いかがですかね萩生田大臣あの先生、ご案内のとおり、各省の責任、所管、権益が決まっております、そういう中で、今、その縦割りのさまざまなえかかる費用についてお話をしてます、そうしますと、例えば学校現場で行っている学童保育については、そこにかかる費用については厚生労働省、しかし、使っているのは学校現場じゃないかって、こういう、その、言うなら縦割りの壁をですね超えていかなきゃいけない。 今、政府全体で前例にとらわれずにです、ね、この危機を乗り越えていこうということを総理が先頭になっておっしゃってますので、あの一つの案としては、自治体にあらかじめそういったお金を預けるというのも一つの案としてはあると思います。いずれにしましても、あの先ほどから答弁してて、ちょっと聞きづらかったと思いますけど、それはうちじゃないんです、どこの役所ですっていう、今この仕組みの中で我々もあの申し上げてはいますけれども、そんなことで超、えー、えていける課題じゃないという問題意識は持っておりますので、ぜひあの前例にとらわれずにしっかり 各省と連携を取りながら、政府全体で対応をしっかり頑張っていきたいと思っています <laughs>、はい、水岡俊一さん、はい。ぜひお願いをします。えー、こんな中でですね、えー、日本人学校の児童・生徒のことについて、ちょっとお伺いを <laughs> したいと思います。失礼しますえーあの 前にお聞きをしたときは、あまあアジアの少しだけの国の日本人学校の生徒がまあ大変な状況にあるんだということをまあお聞きをしたと思いますが、もう今、世界、世界中で日本人学校がまあ閉鎖をされているのではないかとまあ今思っております。まあ、そんな中で、 そういう状況の中で日本人学校の子供たちがもうこういう状況なら日本に帰りたいというようなことがあったりそんな中でもお父さんやお母さんの仕事の関係で海外に出ていくので今日本人学校に行きたいというふうに思っているその子たちの,その状況といいますか動向といいますかそして対応といいますかそういったことで今 あ教えていただけることってありますかあ浅田総合教育政策局長、はいえー、と海外の日本人学校の状況ですが、新型コロナウイルス感染症のために、3月17日の時点で、18か国の35校の日本人学校が、まあ、主に現地政府の指示などにより、えー、臨時休校となっております。でまたあの3月17日時点で えー、75か国、地域が、えー、入国禁止、ビザの発給停止などの入国制限を取っておりましてで、それらの国、地域にある、所在する日本人学校が37校ございます。で臨時休校校中のの日本人学校の児童生徒に対しては えまずはあの各学校がホームページや電子メール電話等を通じて学習課題を出すなどの対応を取っているところですでまあまたあの文部科学省が開設している子どもの学び応援サイトなども。 可能な方はは活用していいいたただきたいとは思いますで、中国、韓国をはじめとする日本人学校について、3月10日時点で、この時点では25校ですが、3月10日時点で日本に一時帰国中の児童、生徒を調べましたところ、約3600名が一時帰国、まあ、中国からの春節による帰国もございますがで、このうち約700名が日本国内の学校に転入をしておりました。 で今後あのさらに現地国の入国制限あるいは日本人学校の休校の長期化えなどから国内の学校への転入を希望する児童生徒が増える可能性もあると思い考えております。まあ、その場合には円滑な受け入れがなされるように各教育委員会等に改めて周知したいと思っております。でなお日本人学校からの帰国に伴う 国内での就学等に関する相談に対応するために、2月18日から海外市場教育振興財団に相談窓口を開設して、相談への対応、あるいは支援等を行っているところでございます。あのえー、と日々、えー、状況が変わっておりますけれども、えー、外務省ともよく連携して、各日本人学校の状況、現地の状況をきめ細かく注視して、必要な支援をしていきたいと思っています水岡俊一さん。あの まあ財団に相談窓口ができた、うん、文科省にできたと言ってほしいですね、ぜひそういう対応をしてほしいと思います、それからあのこの件については大臣からも発言をいただいて、あのきちっと対応する、それはあの釈子定規な形ではなくて、学校が子どもたちを臨時的に受け入れることを積極的にしてほしいと、まあ、こういうふうにおっしゃっていただいてました。し、まあ、しかし 学校現場はですねこれから年度が変わる中においてまた大変なこうこう作業が出てくるわけですよね。でそういう中でこの学校に来るべきなのかそうでないのかあるいはそのいつまでいるのかわからないことを理由にちょっともうちょっと考えてくれないかとか、まあ、そういった対応が出てくる可能性はあえー。 残念ながらあると思うので、ぜひ文科省には、引き続きのそういった対応をお願いをしたいというふうに思っております。それで、えーまあ今日は18日も下旬になりましたけれども、おそろそろ、えー、せ世界の日本人学校に派遣をされる、えー、教員ですね、教員、おそらく4、500名いるんではないかと思いますが、 あるいはこう帰国をした教員がいると思いますが、そういった教員が本当に今、派遣されるというか、出国できる状況なのか、そういったことについて、お答えをいただきたいなと思いますが浅田局長、はいえー、とまずです、ね、えー、と派遣ですが、えー、令和2年度から新しく在外教育施設に派遣予定の教師が484名。 で、ございますで派遣先のうち、入国禁止、ビザの発給停止などの入国制限を取る国、地域が、3月17日時点で19カ国、地域に増えておりまして、でこれ、あの今後さらに増える可能性もあると思いますが、その現時点で79名がこれに該当します。で、この方々については、まあ、当初予定していた4月初めの派遣ができない場合は、日本国内で退去をいただいて、 状況の推移を見て可能になった時点で、はい、派遣をさせていただくという予定です。でまた、入国は可能だけれども、例えば14日間の経過観察とか、そういった制約が課される国、地域もございます、そういったところへの派遣予定者が、現時点でやはり266名おりますで、この方々の派遣については、現地の日本人学校等や外務省ともよく相談した上で、派遣、対応を検討したいと思っています。 それから、えーとあのえー、3月で帰任をいただく帰国をいただく先生方ですが、えー、こ年度末で、えー、任期を終えてお帰りいただく予定の先生方は451名ですでこの方々についてはあの通常だともう少し遅い時期に帰ってこられるんですがあの一部の国地域から、えー、我が国への入国者に対する 検疫の強化、あるいは現地国の出国制限、えー、そういった動きがございましたので、えー、帰国日を繰り上げていただくことを呼びかけまして、えー、昨日までに、えー、約二百十名が帰国済みです。で、またあの、えー、本日、えー、予定では八十五名の方が帰国予定ということになっております。まあ残る方々も、えー、当初よりあの大幅に予定を繰り上げて、二十四日までには全員が帰国される予定ではあります。まあ、ただあの、えー、あの今後 さらに動きも出てくると思いますし、えー、あの私たちとしては、在外教育施設で子どもたちの教育にご尽力いただいた派遣教師の方々の任帰国について、文科省として責任を持って対応してまいります水岡俊一さん。わかりました、あの多くのまあ教職員が、非常な事態の中でまあ困惑をしているんだろうと思いますので、まあ、あのそういったことに対するこう、 まあ情報提供をですねしっかりしていただいて、えー、安心して、えー、待機をするそして、えー、いい状態でですねまあ,あの派遣をされるようにお願いをしたいと思います。まあ、そんな中であのまあ、ちょっとこれは脱足ですがあのー。 私も当時、思いましたけれども、まあ、国庫を使うということで、それはもう当然ながらですが、この派遣教員に対する手当だとかです、ね、在勤手当ですね、まあ、そういったものについて、極めて厳しい、極めて厳しい中で、まあ、今回、こういう状況で、えー、派遣教員が非常に痛手をこむることのないようにです、ね、そういった面での手当もぜひお願いをしたいと。 こんな次にですね、えー、日本語学校等のお話をしたいと思いますが、今、この状況の中で、えー、日本にたくさんのまあ日本語学校が今できております。この日本語学校に来る学生が来れなくなっているという状態にあるのではないかこんなふうに思っております。まあ、おそららく、まあまあ、今日ぐらいの時点では 4月期生徒は大体入国しているんではないかと思いますが、足止めを食らっている人たちもいるかも分からない、それから7月期に来る生徒たちのビザはどうなっているんだろうかとか、入国できるんだろうかとか、まあ、そういったことが大変こう心配になってくるんですが、そういったことについて、状況、そしてまあ入国の見通し等について、お知らせいただけることがあればお願いしたいと思います。 吉井法務副大臣えまず本年4月に日本語教育機関に入学予定の留学生の数については、現在え、集計中でございますが、新型コロナウイルスの感染症の影響により入局できない留学生が相当数いることは認識しております。ご参考に、昨年4月に日本語教育機関に入学するために、新規に日本に入国予定であった留学生に関わる在留資格認定証明書交付件数の総数は、 約三万五千件ございました。そのうち中国本土出身者に関わるものは約一万三千件、韓国出身者に関わるものは一千二百件でありました。法務省においては新型コロナウイルスの感染症の感染拡大の影響により入学時期が遅れている外国の方に配慮し、本年三月十日から当分の間。 通常3ヶ月とされている在留資格認定証明書の有効期限について、6ヶ月有効なものとして取り扱うことといたしました。また、本年7月に日本語教育学校に入学予定の留学生のうち、 在留資格認定証明書交付申請に関わる提出資料の準備に時間を要するものについては、在留資格認定証明書交付申請の受付期間を延長するなど、柔軟な対応を取ることといたしました。法務省といたしましては、引き続き、日本語教育機関や留学生の置かれた状況に応じて、柔軟に対応してまいりたいと思っております。水岡修一さん。 ありがとうございますあの実にたくさんの学生があ今、そういった状況にあると思います。であのまあ、国と国とのお話ですので、えビザのすでに発給していたビザの停止等があって、そういった状況に入っている中国、あるいは韓国の生徒がいるということの中で、まあ、今後、 どういうふうにこ,うこれが展開していくのか、大変心配なところでありますけれども、日本に来て学ぼうという、そういう思いを持っている学生をです、ね、ぜひ支援をしてほしいと、あの法務省としてもお力をいただきたいと、こういうふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。大臣、あの 日本語学校のことについてもよくご存知だと思いますが、私、いつまでたってもこの問題が解決しないのは、非常にこう、不思議でしょうがない、えー、というのはどういうことかというと、日本語学校はどこの省の所管かというと、ないんですよね。これ、ないんですよね。だから大臣、これ、この際、文科省所管として積極的にコミットするというふうに、 ちょっと大臣としてはお考えありませんか、どうですか萩生田大臣あの先生ご指摘のように、日本語教育機関のうち、専修学校、各種学校については、文部科学大臣が主務大臣となる学校教育法に基づき設置されており、都道府県知事が所管しています。その上で 留学生の受け入れを行うことができる日本語教育機関については、在留資格、留学の付与の観点から法務省令に基づき、法務大臣が告示を持って定めているものもあります。また、法務省が告示で定める日本語教育機関には、株式会社や個人が設立主体であるものなど、多様な教育施設があり、学校教育法が適用されない施設も含まれていることから、直接今、文科省の所管じゃございません。ただあのここででフェーズが先生変わると思うんですねあの 日本語教育推進法が可決をされました、また、日本語教師という資格が出てきますので、あの誤解を恐れず申し上げますけど日本語教育機関の中には、極めて高いレベルの機関もあれば、ですね残念ながら、日本のビザを取ることを目的とは言いませんけれど、 えー、在学中に、本当にちゃんと学校行ってるんですかというふうに疑いを持つような、そういう期間があったことも私、事実だと思います、しかし、これからは外形的なこういう尺度が入ってきますんで、あの日本語教育機関といえば、日本語学校といえば、卒業すればこのくらいのレベルになるということがあの、外から見えるようになってくると、私はこの学校の意義というものも、 国際化を目指す日本の中で非常に大事だと思っておりますので、あのこのフェーズの転換期を見据えて、文科省としての責任、どういうものがあるか、しっかり各省庁とも連携しながら取り組みしてみたいと思います。水岡俊一さん。はい、ぜひあのお願いをしたいと思います。私も誤解をしないようにして、えー、今の大臣のお言葉を信じたいと思います。あの法務省とそれから文科省が協力をして、日本語学校の認可については、 お力ををいいいただいていることはもうよく承知をしておりますしかし、所管がどこかっていうことがはっきりしないことによって、今、大臣が懸念をされているような、本来の目的ではないような学校が存在していくことも事実だと思うんですよ、だからしっかりそこを見ていく、う僕はあのー、省がいると思うので、ぜひ、ここはですね、文科省に、えー、お力をいただきたいなと、こんなふうに今、思っております。 次の質問にります、えー、前回にですね、えー、私、えー、大臣にお尋ねをして、えー、一斉臨時休業におけるいろんなこう被害が出てきているんだけれども、それを、 担当課だけでまた調べていても、これ大変だけれども、省内に専門チームを設けてでも、しっかりその把握をしていくという、そういう考えはありませんかと聞きましたら、いや、もうすでにやっていると、まあ、こういうようなお話でした、その状況はいかがでしょうか。萩生田大臣 3月10日の委員会で、水岡先生から文部科学省の中で、学校再開に向けた課題や、一斉休業に関わる影響、損害、補償などについて考えるチームを作ることが必要であること等について、ご提案をいただきました。これに対して私からは、学校再開等に伴う課題については、担当部局が対応していること。 これに加え、役所内を横断的に全体を俯瞰できるような体制をしっかり作っていきたいことについてお答えをさせていただきました。文部科学省では一斉臨時休業に影響臨時休業のによる影響への対応を含め、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生じている課題に柔軟に対応するため、省内打ち合わせを随時 開催をしております具体的には大臣官房の取りまとめのもと事務次官以下、関係課長等が出席の上政府全体の取り組みや、各学校段階における課題、対応など、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生じているさまざまな対応について、情報共有、意見交換を行っています。臨時休業に伴うさまざまな課題に迅速に対応するため、引き続き私が先頭になって、省全体としてしっかり取り組みを進めてまいりたいと思います。 水岡俊一さんそんな中で、えー、私も当初、えー、意識の中にこうなくて大変恥ずかしい思いをしたんですが、スクールバス、これ、全国で今、統廃合がかなりのところで行われている中で、スクールバスの運行がものすごくたくさんありました。まあ、そんな中でこの休業を臨時休業業臨時に入って えー、極めて厳しい状況に追い込まれている民間会社もございます、まあ、そういった面で、このスクールバスとの対応はどういうふうになっているか、お聞かせを願いたいんですが。丸山局長、はいえー、と委員ご指摘のスクールバスでございますけれども、あの文部科学省では従来から匹地それから学校統合、過、え、疎、ー、地域等の 小中学校の児童生徒の通学支援のため、平地児童生徒と援助費と補助金の中で、スクールバスの,この購入と、それから運行委託についての補助を行っているところでございます。今般のコロナ関係の事案に対して、さまざ、あ、ま現場の方で課題が生じておりますが、あの例えばあのスクールバスでもあの自治体が独自にバスを持っている場合と、 それからあの業務を委託していいる場合とございますそれであのえ例えばあのまあ自前でバスを持っている場合にはその運転手さんが非常勤のまあ公務員としてまあ任用されているというケースでありますがそういった場合は例えばあのバスを運行できない場合でもその放課後児童クラブやまあ家庭の事情で学校が預かっている子どもたちのためにですね 仕事を例えば行っていくとか、休業期間中も地域の実情に応じ、類似の業務に携わることなどが考えられると思っております。えー、3月4日以降、ですね各自治体における雇用の確保等に適切に対応いただくよう、自治体にまお願いもしているところでございます水岡俊一さんあの。いや、認識をいただいてればいいんですけれども、認識が、えー、漏れてないかとかね。 ずれてないかとか、足らないか、そういう問題があるので、お願いをしたいって言ってるわけですよ。だからいろんな形態があるということはご存じ。じゃあ、例えば民間に委託をしている場合もある。じゃあ、その委託契約でいろいろあるわけですよ。実績払いっていう契約もあるわけですね。だから休業になって、1日も動かなかったら、この1ヶ月間、1銭も入らないというようなことで、会社自体がもう本当にあの倒産の、えー 危機にまみ、ま、えるとかあ、そういったことになると思うんですよね、ですから、そこを今回の特別な状況の中で、どう手当てをしていくかということを考えてくださいね、漏れないでくださいねって、そういうふうに言ってるわけです、お願いします。で、その上でもう一つ私もですね、えー、修学旅行のお話、前回も出ましたね。 え皆さんから修学旅行の話が出ました、でそこでですね、えー、副大臣があのときは答弁されたですよね、で副大臣が答弁されて、何ておっしゃったかというと、修学旅行は終止ぜひやめてくださいと、終止しないで延期をしてくださいと、子どもたちにとって大切な、ね、修学旅行のチャンスを失わないように延期をしてください、ああ、なかなか思い切って言うなと、私は聞いておりました。そこで 私が思うのは、春に修学旅行、愛知県も多いですよね、春の修学旅行、春の修学旅行の予定を今もうキャンセルしてるわけです。で、それを悩んだ挙句に延期をするんです。で、延期をすると、いつやるかといったら、秋ですよね、秋しかない、もうオリンピックがある予定なので、夏にも行くことはまずないので、秋になる、秋は旅行シーズンです。 高いんですよ。その差、大きいんですよ。で、ただでさえも修学旅行の費用が捻出できないと言っている状況の中で、みんないろんな苦労して、子どもたちに全員修学旅行を連れていきたいと、みんな頑張っているところに、1人頭1万円とか、2万円とか、上乗せになったら、これ、どうなりますもうとんでもないことになりますよ。 でこういうところに文科省としては目がいってるのかどうか、これ、どうでしょう。丸山局長お答え申し上げます、今般の新型コロナウイルス感染症のため、3月2日から学校の臨時休業をお願いをしたことに伴いまして、3月に修学旅行を計画されていた学校においてです、ね、委員ご指摘のとおり、旅行の中止や延期等の影響が出ていると。 いいうことは承知をいたしておりますで現在、そういった状況も踏まえまして、全国的な影響というものを把握をするため、キャンセル料等の発生状況も含めて、都道府県教育委員会等に対して、現在、調査を行っているところでありますあの。ご指摘のとおり、修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等について、まあ、文科省としてもです、ね、現在、調査中の各自治体における対応状況等も踏まえまして、 えー、観光庁などの関係省庁との連携を図りながら、今後どのような対応ができるのか、えー、しっかり検討していきたいというふうに考えております伊豆岡修一さん。あのまあ、キャンセル料の意識はあったと思うんですよ。今、私も改めて現場の声を聞くと、秋に延期をしたら、本当に高くなってしま,しまうんだと、それでも何とか連れて行ってやりたいと思うが、これに対してその、要するに支援はないのかと。 まあこういうお話があるわけですよ、だから大臣、ここね、検討してくださいよ、今ここで答えろっていうわけじゃないですけど <laughs>、ああ大臣に聞きたいことの中で、また答えてもらったらいいんですが、ぜひそこはお願いしたいんですね。はい、で、大臣、最後になりますが、19日に専門家会議があって、その後再開に向けてのまあ指針を出す、あるいは目安を出す。 というようなことがまあ噂をされ、大臣もまあそのその時まで待ってほしいと、こういうようなお話もありました、具体的にはですね言えないかもしれませんけど、方向性とか、あるいは大体日付をどれぐらいに出るかとか、そういったことのめどを含めて、お話をいただきたいんですが、いかがでしょう。萩生田大臣 学校再開の目安の内容については、今後の検討課題ですが、現時点においては、例えば当該自治体や隣接自治体における感染者の有無や感染の収束の,の状況について考慮するべきではないかと考えています。3月9日に専門家の見解として、クラスター化が心配される3つの条件が示されたところですが、例えば子どもたちが狭い空間に密集しないようにするなど、 この条件を避ける工夫も考えられると思います。このように学校教育活動を行う際に必要となる感染防止のための方策についても、併せてお示しすることを考え,考えられると思っております。私としましては、できる限り新学期から学校が再開されることが望ましいと考えておりますが、いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、本日、目途に新たな報告が出される予定であり、その内容も、ま、失礼しました。明日19日に 目的に新たな報告が出される予定であり、その内容も踏まえて年度内を目途に目安をお示しできるように検討を進めていきたいと考えております。水岡俊一さん、最後にあのお願いをしたいと思います。あの文科省としてのまあ目安といいますか、あ,あ一つの基準を考えていただいて、それが都道府県市町村がそれを元に判断でしやすいようなそういったものを具体的に示してほしいなと。 こんなふうに思いますでこれは新型コロナウイルスにとどまらず、これからどんなウイルスが出てくるか分かりませんよ。そんな中で、これから一つ一つをこう考えていくんじゃなくて、これからの学校が臨時休業をどういうふうにしていくのかというのは、 この経験を一つもとにしてです、ね、しっかりとした目安を示していって、学校運営ができるように、ぜひお願いをしたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました